連隊長があんな若造で大丈夫か。ガーナ様、その辺の若造とは違う。何も知らぬくせして勝手なこと言うな。知るわけねえだろ。ついこの間まで対立してた奴らのことなんてな。口の利き方に気をつけろ。ぶっ潰されてえのか。それはこっちのセリフだ。俺の親父はお前たち砂にやられた。ここで仕返ししてやってもいいんだぞ。はあ、どうやらそう簡単にまとまることはできないようだな。当然だ。これまでの歴史上、各社とは常に争い続けてきた関係だからな。さて、この状況をどうなされる。戦闘大連隊総隊長殿。自国自里のために第一次から第三次までの長きにわたり、忍びはお互いを傷つけ憎しみ合ってきた。その憎しみは力を欲し、俺が生まれた。かつて俺も憎しみであり、力であり、人中力であった。そしてこの世界と人間を憎み、滅ぼそうと考えた。今、暁がなそうとしていることと同じだ。だが、木の葉の一人の忍びがそれを止めてくれた。その者は、敵である俺のために泣いてくれた。傷つけた俺を友だと言ってくれた。彼は俺を救った。敵同士だったが、彼は同じ人中力だった。同じ痛みを理解し合った者同士、わだかまりはない。今ここに敵はいない。なぜなら皆、暁に傷つけられた痛みを持っている。砂も岩も木の葉も霧も雲もない。あるのはただ忍びだ。もしそれでも砂が許せないのなら、この戦争の後に俺をやればいい。俺を救ってくれたその友を今敵は狙っている。彼が敵に渡れば世界は終わる。俺は友を守りたい。そしてこの世界を守りたい。世界を守るには俺は若すぎる、浅すぎる。だから皆の力を貸してくれ。同意する者は俺に続け。まずは元暁のメンバー、そして元人中力のメンバー、さらに元五影前任者たち、最後にその他もろもろ名のあった手だれたちだ。どうだい、そうそうたるメンツだろ。それにヤマトの木遁チャクラを使って絶も強化することができた。もちろんこの地下にいる約10万の絶を含めてね。戦力は十分に揃ったわけか。君の方は確か死水の目を手に入れるため断蔵の体を手に入れたとか。あれは回収することができなかった。断蔵め、こと切れる前に己の光を潰すとは。それは残念だ。彼の目があれば戦況はさらに有利に運ぶはずだったのに。まあいいか、あれがなくともこちらの戦力は強大だ。万が一にも敗北はありえない。気を抜くな、奴らも相当の戦力を集めている。
分かってるさ。けど僕らが有利な状況にあるのは間違いない。そうだろ？いよいよだな。行くぞ。海戦だ。第6章海戦。ここはもう敵の領地内だ。周辺への警戒を怠るなよ。はい、了解。ああ、ここまで大きな動きなし。周囲に異変はない。だが得てしてこういう時が。今ので数人やられた。くそ。挨拶のつもりだったんだがな、お前らにはちょっと過激すぎたか。ん？派手好きなのは相変わらずか、デイダラ。お前は赤スワのサソリか。久しぶりだな、カンクロー。ああ、お前、あん時旦那がぶっ倒した雑魚か。ここまで敵地に入り込んでくるとはな。どうやらお前たちも奇襲部隊のようだな。奇襲部隊同士がこうして勝ち合うのは珍しい。ってことはここを制した方が今後の流れを有利に運べるってことか。うん、ならこの戦争をもらったな。てめえら雑魚にオイラたちの相手は荷が重すぎるってもんだ。うん、一度部隊から降りた者に二度もこの世に立つ権利はないじゃん。とっくに古い時代は終わった。今の新しい時代にあんたたちの術は通じないぜ。おおおお、雑魚のくせに一発の大口叩きやがるな。カンクロ、そこまで吠えるのなら俺を相手に証明できるんだろうな。お前の黒ひげが俺の赤ひげを超え新しい時代が来ていること。あいつ仲間の体を。うん、当然だ。戦闘開始。俺たちが復活していることに驚きはない。総員突撃。お前らの情報はすでに入っている。確かに江戸転生と言った。体で新しい芸術を生み出して、芸術は爆発するんだ。江戸転生されたものは何度でも復活する気だ。敵の攻撃は強力です。気をつけてください。以前より少しはチャクライトの使い方が上手くなったな、カンクロ。投げてんじゃねえぞ。
こんな展開誰も期待してねえんだよ。忍び連合をなめんなよ。強さはそこに魂があったからだ。あんたは区別を操る一流の忍びだった。誰かが操られるようなゲスじゃなかったのさ。同士の戦いは俺たちの勝ちだ。気をつけて。江戸転生で復活した者は魂を封印するまで何度でも復活します。ここは私が封印します。頼む。終わりましたね。いや、これからだ。怪我人は医療部隊と合流しろ。動ける者はこのまま奇襲に向かう。はい、はい。本当か、井の一。ああ、奇襲部隊同士の激突は忍び連合が勝利を収めたと現地からの連絡だ。こちらでも敵数が減ったことを感知した。所詮は俺たちの勝ちだ。よし、戦況はどうだ。先ほど連合の奇襲部隊が敵側の奇襲部隊を殲滅したと報告がありました。まずは一勝だな。他の戦場はどうなっている。各部隊が戦場に陣取ってすでに数時間。そろそろ各地で戦いが始まる頃でしょう。こちらを。しているのは畑かかし率いる第三部隊です。現段階では大きな動きはないようですが、戦いに備え準備は進めさせています。
ガルイたち第一部隊が感知班に。彼らには大量の敵、第五部隊が数ある江戸天聖の忍びの中、さすがは半蔵殿。三船、なぜお前が忍びにつく？時代遅れの侍を貫き通してきたお前らしくもないな。もはや忠を尽くす主なき侍が忍びに組するとは、それでも侍か？忍びに組したわけではない。我らが忠を尽くすのは遥か昔より同じ、ただ一つ。和でござる。和だと？和に忠を尽くし、己の信念のもと動く。何を言うかと思えば、和だ忠だ、そんなものに考えを縛られているほど愚かなことはない。結局のところどちらが残るか、それが重要。勝った方が己の正しきを証明できる。勝ち負けで判断することに意味はない。大切なのは意志、己が内に秘める信念。いくらでも吠えるがいい。この先10年100年と話そうとも、わしと貴様の意見が交わることはない。正しきは一つ、己が抱き心のみ。ならば今ここにお見せしよう、三船が内にある心、信念の強さを。戦闘開始。うせ、時代遅れの侍、わしに恐怖しろ。そしておのむけ、裏打ち不要。我が信念は折れることはない。ここまでわしの動きを見切るとは、やるな。貴殿とはかつて戦ったことがある。その時の経験があるからこそだ。ほう、かつてのわしを相手に生き残ったもの、それが三船、入る。お前だ。中立を決め込んだ逃げ腰の割にやる。貴殿は何も見えていない、何も気づいていない。だから拙者に敗れ。わしに何が見えてないというのだ。鎌倉ではこのわしを切ることなどできぬ。果たして鎌倉かどうか、その目で確かめるという。行くぞ。この程度か。勝負あり。元々の力の差は切迫、勝敗を決したのは信念の差でござる。わしの負けか。わしの信念を捨てぬこと、それはかつて貴殿にもあった確かな心。それをなくしてしまった貴殿に拙者を切ることはできぬ。信念、心か。かつてのわしも持ち合わせていたもの、今のわしには持ち合わせぬもの。
そしてお前が常に抱いているもの、それがこの勝負を分けたか。見事。Tell me that you love me, even if it's fake.